皆さんこんにちは、スイチャンネルです。今日はね1月2日なんですけれども、今回ですね今からウニをね駆除兼ねて、取りに行こうと思います。まあ、ちょっとねもう少ししたら海藻が生えてくる時期なので、まあ、徐々にこの寒い時期にウニを減らしていくんですけれども、今回駆除していくウニはまあ紫ウニということで、いつもね僕が水中で駆除しているのとはまた別のウニなんですね。私実は漁業権持ってましてね、取って食べて駆除することもできるということで、このねマイボートで今から向かいたいと思います。はい、やってきました。ここでね今からウニを取っていきます。さあ、それではもう冷たいんですけどやっていきましょう。もう今一番冷たい時期入っていきます。もともと僕がね漁業権をね取得した経緯なんですけど、ここもやっぱウニがねすごくたくさんいて、なおかつ、海藻がやっぱり減ってきていまして、そういった中でね、ただ駆除するんではなく、ウニ漁師がねしっかりこうウニを取っていけば、実はある程度ウニを減らせて、でかつそれがちゃんと食べれて海藻も生えていけるんじゃないかっていう、そういうね、考えもあったので、それを実践していくために、4年ぐらい前からコツコツとこの YouTube を始める前から実はやっておりました。で、ここはまあ日課としてね今もやってるんですけど、もうそれをやるためにね、何十万っていうね、入会金みたいなものを漁協に払ってね、僕ね加入して、漁業権を取ったわけなんですけれども、目的としてはね、こう定期的にねこの時期ぐらいから春にかけてはここの紫ウニを取って、もちろんそれはね食べたりとか、減らしながら海藻の変化っていうのをちょっとね追って、見ていっていると。そしてそれをまあ今年ね、せっかくなので皆さんにもちょっとどんどん紹介していこうかなと思いまして、新たな年にそういう年にしようかなということで、今回ちょっと動画化しております。ということでね、いかにねこのね食べて減らすっていうね、ただ駆除するだけじゃなく、それがいかに難しいかっていうのをね見てもらえればなと思うんですよね。ちなみに、この地区でウニ漁をしているのは今のところ僕一人だけなんです。もうそれまでね一人もやってなかったんですね。で最近はね、どうも今年ぐらいから駆除も始めるそうです。漁師さんたちがねもう始めてるのかな。そんな感じでね、実際漁師さんたちも機器を持ってきてるというところなんですね。はい、ということで、取ってきました。ちょっとねこのコンテナ半分ぐらいなので、量としてはね全然少ない方なんですけれども、この後割りの作業をしてね中身を取り出していくので、とりあえずね、最近はこのぐらいの量ちまちまとやっております。これで100はないでしょうね。60、70ぐらいかな。すごいでしょう。またこれがね、内湾の紫ウニなんでトゲがすごいんですよ。ほら、ガンガゼ並みにね尖っていて、でこれ刺さるとガンガゼより痛いんですよね。これを今から割って中身取り出していくんですけど、もうその作業がねなかなか時間かかって大変なんですよね。さあ、とりあえずやっていきましょう。これがねウニを割るための道具、ウニパックンですね。でこういう風にハサミと逆の原理になってて、これを突き刺して握ればウニが割れると。でその割ったウニをこれでねウニの身をかき出して、でこのザルに入れていきます。で最後に綿をね、ちょっとした、内臓の一部とかね、そういう食べれないわけじゃないけど、そういう食べない部分をねこうやってつまんで取っていくためのタミヤのピンセット、この道具を使っていく。まず1個目剥いていきましょうか。じゃあこの、中サイズをね割っていきますよ。ガチャ、ウニガチャ一発目いきますよ。来い。あ、ほっ、ウニガチャ一発目はじゃーん。もうすごい海藻食べてるね。これ海藻食べてたところであれだね、取れたウニだね。あーあー、これやばいな。
はい、また取りました。先ほどのウニから取れる中身の量はこちら、じゃん、少な、やばいっすね。でこれをこのスプーンでこうやって、あ取れねえ、少なすぎて取れねえ、少なすぎて取れない。お、いくよ、じゃん、おお、これはこれは良さそうよ。まあでも正直一発目を見たからこれがよく見えるだけで、これも決して良くはないからね。どんどん回していくよ。はい、お、これじゃん、ちょっと綿がね、綿取ると身が落ちそうだったから、来た来た、いいね、あんこもんぐらいある、 SR、 そうだね、 SR、 いや、いいよ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 、順調順調、さあ、いよ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 、はい、この大きいやつがラストです。いきますよ、ラスト、ラストのウニの中身はでかいからね、はい、いきますよ、最後のウニの中身はラストガチャ、うん、じゃーん、リミット、すごく微妙色悪い、この殻を、ちょっと待ってね、この殻をねしっかり取っていかない、このタミヤのピンセットが一番いいのよ、これでこう取っていきます。このね綿をねしっかりこうやって取っていきます。どうですか皆さん、多い少ない、このウニの殻に対して88、いいですね、に対してこの量ですよ。まあでも割とね取れた方だと僕も思います、このウニにしてはね。まあ少ないは少ないけどね、はい、ということで、ウニ丼作ります。もうバッテリーもないんでね、まあ米なんか飾りよ。はい、できました皆さん、新年新春、年明けライブウニ丼の完成ですいただきます。さあウニ丼いただきます。うー、すごい身が、やっぱさこれだけ集まれば相当、いや、やべえ、うまそう、いいね、いただきまーす。うめえ。うわあ、めっちゃ甘い。あ、めっちゃうめえ。いや、やっぱさ、なんだかんだうまいよね。そのいくらさ、あんなして身が取れなかったりとかあったけど、なんだかんだうめえわ。